こんばんは、としゃけでございます。ではね、スマスカーね、行きたいと思いますけれども、今週もね、お疲れ様でございましたというところでございます。今朝もね、前半戦終わりまして、まだ別動画でね、本当に大穴の銘柄をね、紹介していきたいと思いますけど、その中でね、やっぱちょっとジャルコにもね、触れていきたいなと思ってるんですけれども、ちょっとスマスカーね、見ていきたいなと思います。はい。でね、まず DMP ですね。個人的には、一番良かったかなと。もちろんね、この伸び、ここはやっぱ評価できるかなというところですし、やっぱね、ちょっと弱気目線じゃないところっていうところはやっぱいいかなと思います。で、クォーターごとのね、伸び率もやっぱいいですしね。収益と株利益っていうところ伸びてきてると。願わくばね、ここ、配当とか出してきてほしいんですけど、そこはね、ちょっと、なんていうんですかね。期待しすぎかなと。期待は全然しなかったんですけどね。はい。で、ヤマハ発動機でスターホールディングスというところの株主でね、これね、明らかに決算待ちなところがあったかと思うんですけれども。これね、多分上がっていくと思うんですけど、これもしギャップダウンとかでしてくるとなると、入った方がいいかなと思います。はい。もう大体このあたりもどそこなんでね。はい。でも大体いい決算になるってのは分かってたんで、なぜかっていうと、セガサミーがね、スマスロを上げてくると。で、決算市場とかも見てほしいんですけど、ここですかね。11枚目かな、スライドで言う。もうサミーとユニバーサルのね、やっぱここなんですよね。この RS1。ここはね、多分、今期だけじゃなく、来期も多分伸びていくんちゃうかなって思ってるんですよね。で、ここね、やっぱ重点施策として、やっぱ、注力分野でね、アミューズメント、ロボティクス、セーフティーとかね、いろいろあるんで、これもアクセルと同様ね、おもろい展開なんじゃないかなと思ってます。ちょっとアクセルはね、残念ながらな株価なんですけど、そこから這い上がっていくんじゃないかなって気もしてるんですけど、DMP はね、良かったかなと思っております。で、あとはといえば、これね、富士商事もね、ちょっと珍しいってあれですけれども、この配当性向のね、見直しとかってのもあったりするのと、やっぱ伸びが来てると。これね、前期のところで今期にも売上とか持ってきますよっていうところがあったので、いいところかなっていうと、配当もね、ちょっと、若干ながら増やしてきてるっていうところと、ちょっとこのあたりはね、ちょっと、どうしてもここは抑えるって言ってたんで、下がってくるのあるんですけど、やっぱ、トワルとかゴブスレとかね、パチンコでも出てるんで、やっぱそういったところもあるんで、で、この割安感。もうこれひ、ね、いいんじゃないかなって気も、してるんですよね。ここはね、しゃあないっす。多分ここはもう、前回のこれ言ってたんで。富士商事ちょっとどうなるかってところもあるんですけど、チャート的にもね、このくらいの位置なんで、反転、あるんちゃうかなってところでもあるんですけれど。富士商事もね、良かったですね。ちょっとね、ユニバはね、ちょっと、その次のところで、もう確定済みのね、販売台数とかも出してたんですけれども、やっぱここはね、どうしても利息のね、ところが、ケイツネが、やっぱちょっとあかんってのがあるんで、
どうかなっていうところもあるんですけどね。まあ、ここがね、ちょっと良すぎたっていうのもあるんですが、ちょっとね、個人的には、あんまり、あんまり良くないんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとどうなるか。株価のところも、ちょっとね、難聴なところはあるので、まあ、これがね、どうなってくるかってことなんですけど。ちょっとね、様子見たいですね。ユニバーサルがどんな感じになるのか。まあ、地合いから反転してくるかもしれないですけどね。で、まあ、泉。ほんとね、これはね、保守的すぎだと思いますよ。ちょっと決算短信にもね、出てたんですけど。これはね、ちょっとあかんかなっていうのはありますね。ただね、ここそんなに悪いとも思えないんですよね。これはちょっとあかんでしょうと。売り上げ伸びてんのに、ここはね、ちょっとほんまに声出すかっていう、多分売られるんちゃうかなとは思います。まあ、ただね、この、クォーターごとに見ると、ちょっとね、伸びてきてるのは、こういったところがあるんでね、まあ、シーズナリーがあるかもなんですけれども。まあ、ただ、この決算で、もしかすると、どこまで下がるかな？ 550 円下がってくれたらね、まあ、結構下がってくれたらね、ポジション持ってない方にとってありがたいと思うんで、ちょっとどっかのタイミングでね、入るタイミング伺えればいいんじゃないかと思いますが、まあ、ただね、ここ本当に板状況で、よくよく注意深く見ていただければと思います。で、ジャルコですね。ジャルコね、ちょっと次のまた別動画で簡単にね、おまけ銘柄として触れようと思ってるんですけど、この下がってますよね、かなり。下がっての、今期のガイダンス。が出てると。まあ、これね、多分、数字だけ見ると、かなり、おいおいって感じになるとは思うんですけど。で、まあ、PTS もね、十何パーセント下がってるんで、まあ、おそらく下がっていくでしょうと。じゃあ、そっから買いなのかどうかってところはね、私はね、買っていけるんじゃないかなとは思ってます。まあ、散々ね、この辺りで、いいと言ってて下がってきてて、まあ説得力もないんですけど。まあ決算短信のね、ところにも書いてあるんですけれど、まあ次の動画でもちょっとね、簡単に触れようと思うんですけど。かなり割安感出るし、利回りもね、結構、PBR もいい、かなり割安感出てくると思うんで、チャルコはね、ちょっとありやなと思います。もちろん、すぐ買うわけじゃなく、何日か下がりきってみて様子見ながら。多分ね、横ばいに行くと思うんですよね。情報修正出るまでは。まあ、それかちょっと上がっていくか。ただ、これ以上下はね、多分ないなって気もしてるんで。で、今回のでね、需給がだいぶ改善してくれたらありがたいなと思います。間違えた。いつも間違えるんですよね。ジョイコ。ジョイコもね、結構威張ってましたよね。この大陽線。これがね、底になって反発してくれたらね、ありがたいんですけど。久しぶりですね、75日線タッチしたのって。さあ、こっから、ちょっと上昇していけるかどうか。ここもね、決算がね、超保守的。と、富士商事と違うのは、ね、ここ記念配当なんですよ。商事はね、ちょっと頑張って配当の成功の見直しとかもあったんで、そこはね、結構いいかなと思ってるんですけど、ここはね、ちょっと、そういったところがあかんかなってのもあったんですけど、まあまだね、ここから一相場、スマスロの第3部始まるかどうかなんですけどね。やっぱただね、やっぱちょっと出来高がね、
以前と比べてまあちょっと乏しくなってくるってところはちょっと要注目かなと思ってるんですけど、はい。で、あとはアクセルちゃん。まあ、ぼちぼちね。ぼちぼち。これまあ、ノンポジの方はね、ちょっとほんと打診で入ってみて、200日割れたらもう損切るとか。うん、まあ、ここからね、2000円から、もう、700円が下げてるんで、30% ぐらい。30% 以上ですね。うん。まあ、そろそろって感じには思ってるんですけど、どうすかね。ここもね、弱気見通し。ほんとあかんっすね、これ。ほんとにあかん。で、配当も限界と。まあ、記念配当もあるんですけど、やっぱちょっとね、見た目は良くないんですよね。で、まあ、ちょっとクォーターごとのところはね、うん、ちょっとここも弱まってきてるところはあるんですけれども、まあ、ただちょっとあかんかなって気もしたんですよね、アクセル。うん。まあ、ただね、ずっと下がり続けることもないと思うんで、はい、そこはね、いいかなと思います。で、映像。これ、良かったっすよね。増配も、200円っすよ。増配もするし。で、まあ、伸びてきてると。で、まあ、クォーターごともね、うん、まあ、シーズンにもあると思うんですけど。いや、映像はね、いいと思ってます。やっぱ、ここがね、どそこでしたね。うん、どそこ。もう、明らかに上昇トレンドになってるんで。で、まあ、こっから、映像もね、なんか、来そうですよね。はい。いや、まあ、映像もね、かなり良かったなと思ってます。ちょっと脱線してしまいましたが。はい。で、あとは、今日はね、やっぱり75日の法則。75日線タッチの法則が効いてて、まあ、ちょうどね、あの75日線ぐらいのところで、やっぱね、結構買いも、そんなに強いあれではなかったんですけど、うん、入ったりしてて、まあ、やっぱ割安感出ますよね、これ。PR8 倍ぐらい。で、まあ、ここもね、やっぱ、うん、見通しが弱気なところではあるんですけれども、やっぱね、その、うん、やっぱ大手、なところとね、もう圧倒的なね、キャッシュリッチ。まあ、こっからね、還元が出てくるかっていうとどうなのかっていうのもあるんですけど、まあ、出てなくもないかなと。やっぱ王道は王道らしい、うん、動き。下がっても買われてくると。いうところはやっぱね、見通り通りでしたね。はい。あとね、平和ちゃん。まあ、平和ちゃんはなんか、まあ、こんなもんかなっていうのは大体思ってました。まあ、サプライズもなく。まあ、ここね、ゴルフが底堅いんで。まあ、ちょっとただね、ここがちょっとあかんかなって気もしてるんですけど。うん。まあ、どうかな。ちょっと様子見ですかね。平和ちゃんは。はい。で、まあ、あとね、直近でね、かなり上げ下げの激しい間宮。まあ、だいぶね、調整もされてきてるんで、まあ、1400円のところ。そのあたりでも、一回そこを打つかどうかなんですけどね。まあ、ただね、やっぱこうやって見ると、他と比べると悪くないんですよ。悪くないんですけど、ただここ単純にここもあれです。ゲームカードと同じく、配当のとこっすよね。余計な一文書くからこんなことになるんですけど、ここも綺麗に伸びてきてるんですよね。うん。で、ここ、今、売り上げの比率としては3分の1がゴルフで、残りが、まあ、ゲーム、有機関連みたいになってるんですけど。うん。まあ、だってここまだまだ伸びると思いますよ。というところでね、まあ、弱気なところは、うん。まあ、買っていいんじゃないかなって気もしてるんですよね。マミヤに関してもだいぶ割安感も、はい、出てきてますし、
はい。まあちょっと利回り、ここですよね。ここが難点なんですけど、まあ、ぼちぼちって感じはしてます。で、まーちゃん。まーちゃんね、強かったっすよね。唯一。まあ、ここも決算でどう出てくるか。今のところ、保守的決算になりそうなんですけど。ここでも80円には戻してきそうっすよね。まあ、そこがどう反応してくるか。なんですけど。ちょっとね、まーちゃんはね、個人的に期待してますね。まあ、あとね、やっぱ。サミーも強いっすよね、ほんと。なかなか落ちてこないと。いうところでございまして。で、まあ、あとは、あれ。ですね。全然今、大変申し訳ございません。急にド忘れしてるんですけれども。まあ、サミーもね、良かったというところなんですけれども。まあ、ただね、まあ、こっからね、どうなるか。まだね、やっぱチャート的には死んでないと思うので、サミーもいいかなと思います。で、あと最後ね、二つ、今思い出したんですけど、大事な大黒電機。大黒電機もね、これかなりね、煽り受けてるんですよ。今75日なんですよ。ゲームカード上位ことかの形を見れば、ここから反発が狙えてくるところ。ここはね、でも地味にね、やっぱ還元してきてるんですよね。こうやって見ると。で、さっきのまーちゃんも6年、7年周期で自社株買い来てるんで、そろそろかなというところも思ってるんですけど、大黒はね、やっぱキャッシュなところがあるし、こっからね、来るかな、どうかなってとこなんですけど。で、まあと、やっぱり昨年のね、主役級の動きをしてたフィールズ。ここがね、こっからどれだけ来るか、ウルトラマンがどんだけ伸びるか。そこなんですよ。で、やっぱフィールズとね、三強って、やっぱね、ちょっと、まあね、なんかつながりがあるみたいなところはあるんですけど。で、その三強の決算ね、説明資料にもあったんですけど、販売手数料ってあるんですよね。もともと販売手数料払ってたんですけど、そこがね、今期ちょっと増えてるってところがあったので、まあ、フィールズはね、他の会社のメーカーの機種も売ってるんで、そういったところの恩恵はもしかしたらあるかなというところと、あとまあ、ウルトラマンですよね。中国市場がどんだけ伸びてきてるかってところと、やっぱ、あとは他のエリアですよね。まあ、多分北米でしょうと。まあ、あとインドとかね。まあでもやっぱ多分北米からかなと。やっぱそういうところにちょっと淡い期待を置きながら、フィールズもね、かなり弱気だったんですけど、まあぼちぼちもうええんちゃうかなっていう気もしてるので、まあ来週もね、ちょっとやっぱ見ていきたいなと思ってます。またね、ちょっと別動画で、この前半戦の、今までね、紹介してきた動画の中の、まあちょっとね、狙えていけそうな、銘柄3銭ってところをね、3銭プラスおまけ。まあ、おまけジャルコですけど。紹介していきたいとも思ってますんで、ぜひ見てください。以上です。